中国を訪問しているアメリカのイエレン財務長官は一連の日程を終え米中が対話を続ける意義を強調しました。 イエレン財務長官は先ほど会見し李強首相らとの一連の会談では中国の不公正な経済観光などに対する懸念を提起したとする一方で米中経済のデカップリングは両国にとって悲惨なことになるとして対話を強化すべきと強調しました。